中川先生の優しいビジネス研究。 宝石やシルバーに強みがあります高級ブランドティファニーさんなんですけどもこちらの日本のお店でなんとポケモンコラボということで限定のポケモンジュエリーを販売したわけなんですねでそれを販売するにあたっての販売方法まあ具体的にはこの行列を作らせてその最初の人たちだけに整理券を渡したなんていうのが大騒動になってしまったわけなんですけども正直この件についてはいろいろ言いたいことがあるというのはですね 興味高級ブランドが人々に行列させて徹夜で並ばせてそして限定品を最前列の著名人にだけ売るなんていうのは本当にブランドマネジメントからして最悪なんだということこれをはっきりと言っておきたいわけなんです。 ま、もうちょっとだけこのティファニー騒動について説明をしておこうと思います。そう、ティファニーさん、ブランドを拡張したい今までにリーチしてなかった層にリーチをしようということなのかと思います。ポケモンとのコラボで限定ジュエリー品を発売しました。 で、その目玉はごくごく少量限定で発売したこちらのピカチュウの、まあ、ジュエリー、ネックレスなわけなんですけれども、まあ、こちらもともと各店舗何個までという限定数が決まっていたわけなんですね。で、それに対して60時間前から有名 YouTuber のヒカルさんとその一団、計4人、まさにこの限定品の発売個数と同じだけの人数が並びまして、そしてその場で整理券をゲットします。 問題はここからなんですね。その整理券が配布されたということを知らずに前日の夜から並んだ人、自分が一番だと思いきや夜が明けてみれば前に4人いて、そしてこの4人の人がこのピカチュウの限定グッズを買い占めてしまったということで憤慨したわけなんです。最終的にこのお店の店員さんが仲介に入って、前列に並んでいた人にも販売をする、譲るという形で着地をしたわけなんですけれども、 さあ皆さん考えてください。これってヒカルさんたちが悪いでしょうかそれともこのティファニーのお店が悪いでしょうか ま、60時間前、実質この3日前から並ぶということで、それについても非常識なんじゃないのという形で、ヒカルさんたちに一定の落ち度はあるでしょう。また、並んでその後揉めた後にですね、その後列の人たちに対して少し悪態をつくようなところもあったそうなんで、この点は問題だと思います。でも、原点の部分、なんでこんなことが起こったのかといえば、まず、この時代ですよ。今日日この行列並ばせますと。 まあ感染症であるとか気温が寒くなってきたみたいなこともありますけど今日ブランドマーケティングをしていくのにお客様を並ばせてうちのお店の前にこんなに行列できましたなんていうのが本当にブランドマーケティングのあり方としていいんですかということを私は一番言いたいわけなんですけれども まあそうなんです。ティファニーさんの今回の対応には色い々ろいろ落ち度があったと思います。3日前から並ばせるということを過として良かったのか、その人たちにだけ販売するというポリシーで良かったのか、整理券を配布したことにも問題ありますし、なぜその後の人たちには整理券を配布しなかったのか、その後から来た人たちに事情を説明しておかなかったのはなぜなのか、至るところでこの問題を防ぐ手立てはあったのか、 たわけなんですけれども、いずれの部分を取ってみてもハイブランドとしてはあってはならない対応だと思うんです。で、そのあたりどういうふうにブランドを作っていけばいいのかということについて、ブランド8箇条なんていうものがあったりしまして、この観点から分析をしておきたいと思うんです。そして皆さんにはぜひこのブランド8箇条というものを知っておいてもらいたいと思うんです。 ブランド8ヶ所って何なのかといえばですね、こちらの本なんです。The Brand Marketing ということで、まあ最近非常に売れておりますブランドマーケティングの定番本なんですけれども、こちらですね、スコット・ベドベリさんという方が書いた本なんです。 ベドベリーと聞いてもなかなか日本に住んでる私たちはピンとこないと思いますけども、スターバックスとナイキという二つの会社の、まあ、言ってしまえば黎明期にブランドを作って大きく成功させた縦役者なんです。ブランドを軸にして会社全体を育てる、そんな技術に長けたベドベリーさんが、その 基本的な考え方、手法を当時どうやってたのかに照らして書いたのがこちらの本。で、こちらの本に書かれている、まあこれはベドベリさんの経験則なんですけども、学者目線で見てもよくできているというところで皆さんに紹介したんです。ベドベリに学ぶブランド8箇所。第1に知名度ではなくてイメージだということ。第2にはその ブランドの本質的価値、DNA をきちんと理解をしておくこと。第3にはそこから無理なく広げる。無理して広げてもブランド価値を既存するだけ。第4にはファンの人と心で響き合い、絆を育てる。5、ブランドを汚染から守る。ブランドのイメージが悪くなることに対して徹底的な防衛をすること。これがめちゃくちゃ大切。その6、 ブランドというのは一人一人の社員の心がけ取り組みによって改善されていくもの。第七、虚像をおぞらせるというんですけれども、大企業的になったらどんなブランドだってほぼほぼ無理なんだと。まあ、大企業的なイメージのあるブランドっていうのもあるんかもしれないんですけれども、基本的には常に若々しく躍動的であるということがブランドを活性化させていく。そして第八には、人間的である。 必ずヒューマンな側面を持っていて、相手は何たってブランドのことを人格のある人間だと思って見ているわけですから、だとすれば、やはりこの社会倫理に照らして、正しい行動をしていかなきゃいけない。いかがでしょうかこの8つのことを原則を守っていく形で、ブランドというものの価値がきちんと守られていき、育っていくということで、別に暗記はしなくていいわけなんですけども、皆さんがブランドを育てたいという時に、ここに立ち返ってみてもらえたらと思うわけなんです。 ま、あちょっとこんな話をしてしまうとですね、ティファニーさんとかが仕事をもらえなくなっちゃうかもしれないんですけれども、それでもちょっとストレートに言いたい。これはハイブランドを扱ってる店舗として何たることですかと、こんなありさまでいいんですかということを言いたくなるレベルなわけですよ。ブランドの何たるかは分かっていない。売れればいいだろうになってしまっているような感じがいたします。 もう実際皆さん先ほどの8ヶ所を聞いていて今回のティファニーの件というのがいずれも違っているようなということがわかるはずです。知名度ではなくイメージである。そう、イメージをかなぐり捨てて、まあ、バズらせに行ってる行列並ばせたりして話題になろうとしに行っちゃっているわけですよね。で、会社の本質 DNA を探求するなんですけども、まあ、正直なことを言ってポケモンを扱うのがティファニーの DNA なのかというところから私はかなり疑問だと思います。 そして、並ばせる、整理券を配布する、その後の裁定に至るまで、どこを見てもそこにはティファニーの DNA を全く感じない。 こんなわけで結果として第3に、ブランドの幅はかなり無理して広げてる感じになってしまっていますし、全く心に響かないマーケティングだし、まあ、今回ヒカルさんを巻き込んだ騒動になってしまってブランドが汚染してしまいましたし、一人一人の社員がそういう観点からこのティファニーというブランドをしっかり育てようという行動もしていない。対応はごくごく大企業的であったし、 今回の一連の騒動を見てもポケモンジュエリーで儲けてやろうという以上の理念をそこに感じないポケモンコラボなんてしたらみんな飛びついてくるんだろうという匂いしかしないわけなんです。というわけで私としては、まあ、この行列整理券に関する騒動よりももうちょっと以前にポケモンコラボあたりからしてかなり疑問のある政策だったんではないかなと思います。売れはしますよ。売り上げは上がると思いますけれどもこれで果たしてティファニーのブランドが無理なくその DNA に沿 って広げられてるかといえばかなり違ったんじゃないかと思うんですえなのでえ誤解を恐れずにあえてストレートに言いますえティファニーさんブランド名にアグラを書くようなビジネスになってしまってはいませんか ブランドというのは一人一人の社員がその価値 DNA を理解してそれを現場で体現してこそです。そういう観点からして今日、B、東京都心に行列を作らせてほらうちのブランドこんな人気なんだよなんてことをするのが本当にブランド価値につながるとお思いですかということで私はほ正直本当今回の騒動見て大変がっかりしました。これは本当にブランド一から作り直す気持ちでなければちょっとまずいんじゃないんでしょうか。